山の辺の道は奈良盆地の東の山麓を南北に走り、飛鳥と平城京を結ぶ日本で最も古い道だと言われています。万葉集、古事記、日本書紀に見られる地名や遺跡に数多く出会える日本のふるさとを訪ねる道です。ここが日本で最も古い市場があったと言われる椿市跡です。この辺りは古代山の辺の道、初瀬街道など陸路や水路が交差する交通の要衝の地であったと言われています。現在は椿市観音堂が建てられています。